トゲアシガニパースノンプラニシマムは岩ガニ科のカニの一種。岩礁海岸に生息し、岩に張り付く姿勢で極めて素早く動き回る。全体に扁平なカニ。背高の長さは約40ミリメートル、幅は37ミリメートル程度。背高の輪郭はほぼ丸く、前の部分では第一触角下が深くくぼみ、背面側から第一触角が見て取れる。 額は狭く、前に突き出し、先端は、鋭く二つに割れ、また、側面の中ほどから、左右前方に鋭い棘が位置ついでる。第一触角下と眼下の間は幅広く、前に突き出して先端が三つの棘に分かれる。眼下の後は大きく突き出した棘になり、その後方、背校の側面にはそれに続いて三つの鋭い突起が、並ぶ。背校は短毛に覆われ、背面は、 赤褐色で、出の字のような六章色の模様があり、廃校の前縁や、不足の前面にある大々色の筋模様がよく目を引く。ハサミ足は左右同型、大きさも同じ。長節は細く、内側の円に上下2列の小さな棘の列がある。腕節は短くて小さな棘が多い。前節は、基部の上に小さな棘があるが全体には、表面は滑らか。 手の平部は扁平で幅広くなっている。四体の不足のうち、第二、第三脚はよく発達し、第一、第四脚はそれらよりやや小柄。どの足も長節の前縁には七から八個の鋭い棘が並び、後ろ側の縁には揃った毛の列がある。私有とも腹部は五節のみ。日本では房総半島から琉球列島、小笠原諸島にまで見られる。国外では、 インド洋、太平洋に広く分布する。外洋性の岩礁海岸に生息する。超寒帯ウェブにおり、ほとんど常に水面下におり、岩面に張り付くようにしている。行動は極めて素早く、岩から岩へと貧速に移動するのがよく見られる。岩の隙間にいることもよくある。メガロパは、高長5ミリメートルほど、単光色に生態と同じような、鮮やかな緑の反紋がある。 額とげははっきり突き出して先端はかすかに二つに割れる。眼下がいば、つまり眼下の前にあるとげは三角に突き出す。背校の後端は第四歩脚の気分には届かない。幼がには校長甲5 5トル、生体と形態的には変わらない。この段階では雌雄の形態さ、つまり性的に方はまだ見られず、また腹部は六節に区別される。 本種はこの属では日本で唯一のものである。やや似たものに精進ガニがあり、共に精進ガニ赤に属している。ただし廃坑はよりかどばっており、全体にそこまで扁平でないなど、一見して区別は容易である。記載は種として岡田ほか P721 今原編長 P134、三宅 P186 西村編長、 P411 宮家 P186 宮家 P186 西村編長 P411 安部、P15 村岡ありがとうございます